皆さんこんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回もプロスピエースをやっていきます。でですね、今回は、えー、ゴールド契約書ゴルチケを10連していこうかなと思います。ちょっとねゴールド契約書かなり溜まってきてるので、段位認定戦だっけ今やってる段位認定戦と。 あとコーダの達人ですねコーダの達人の報酬も結構多いこの2つのイベントですごく今ゴールド契約書がたまってきているので第2点世代ですね、うん、なのでこれを引いていこうかなと思います、えー、今回10枚でいきましょうもうちょっとありますけどこれはまた次回ということで、まあ、枠の関係もあるので10枚まとめて引いていこうかなと思います ではいきますチェック済みを,チェック済みを受け取り。さあ来るかな行きますよ、はい、タップスクリーン。あっ、ちょっと、んこれ、オール B もありえるんですよね。あっ、これは、あっ、ないですね。いや全あこんなあっさりとした。<laughs> こんなあさりとしたの初めて見るんですけど、まあ、演出なしから来ることもあるみたいなので、まあね、希望を捨てずに見ていこうと思います3枚目うんなんかねでもねない気があジ G と開きましたねはいニューということでうん7枚目あと2枚あせーのはいということでねまあ 見事なまででのゴールド契約書ですね <laughs> オール B あーマジかー前回はゴールド契約書10連動画でして A ランク1枚 S ランク1枚しかも S ランクはメッセンジャー投手っていう超大当たりの引きをしたんですけどね <laughs> 今回はですねオール B でした。 あなんかもう笑うしかないですねこれねうんまあ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 まだね今後またまだねってなんだ今後ちょっともうれない今後もっといい引きをお見せできたらなと思いますちょっと確率契約書もね私相性が悪いのでねなか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 いいところ見せられ,られてない気がします とということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。あ悔しい,、はい。ということで次こそは神引きをお見せできたらなと思います、はい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら、ね、次回も見ていただけたらと思います。はい、それではこの辺でバイバーイ。